スタートアップ企業に限定したビジネスコンテストが京都の世界遺産仁和寺で開かれ、アメリカからも政府関係者らが来日しました。歴史ある京都のお寺でスタートアップ企業による熱いプレゼンが繰り広げられています。イベントは映画の街として発展してきた京都太秦を映画産業などで世界をリードする拠点へと成長させることを目的とした京都府の取り組みの一環として実施されました。2回目となる今年は世界遺産の仁和寺を舞台に58件の応募から選ばれた6社がプレゼンに臨みました。優勝したのは禅や茶道の精神と宇宙体験を融合させたアート空間茶室を提案したアミュラボです。このピッチに向けて結構思いを強めてやっていたので、本当にこういった形でつながることができてすごく今嬉しいです。とにかく、日本でしかできないというか京都でしかできない、ピッチイベントをやりたいなと。集まった登壇者の人たちかなりレベル高いので、そこからこう京都で何かが生まれるっていうことを僕は期待しています。イベントにはアメリカで南部のハリウッドとも呼ばれるジョージア州の政府関係者や映画関係者ら10人も参加し、日本との連携強化に期待を寄せていました。 I would like to see Kyoto strengthen in the film industry. The creativity is already here. The talent is already here. So now we need to make the business come here.